皆さんこんにちは。今日は夏の定番おかず、ナスとピーマンの肉味噌炒めです。しっかりとした味噌味なので白いご飯によく合います。はい、ではまずピーマンからです。もう夏って感じでツヤツヤで美味しそうですね。ピーマン4個 160g です。まず半分に切って、この白い綿のところ種をこのように切ります。はい、こう青々とした夏らしい香りが、ね、いい香りですしますね。はい、こちらも同じように、はい、はい、切って種も除いて一口大の乱切りに切ります。はい、はい、このように準備してください。そしてナスです。ナスもね、季節ですね。そうですね、はい、4個から5個 400g です。ヘタを浅くこうにちょっと落としてもったいないですから、このようにするとね、ナスってね、捨てるなるべく捨てるとこが少ないようにしないともったいないですからね。無駄なく美味しく食べられますね。はい、このようにヘタを取ったところで、はい、大きめの長めの乱切りにしてください。はい、乱切りですと火が比較的通りやすくなりますね。はい、このように準備します。続いてひき肉です。豚ひき肉に下味をつけます。はい、酒、生姜汁それぞれ小さじ1杯、豚ひき肉は 150g です。手で揉まないで箸でこのようにほぐすようにしてなじませてください。そうなんですね。ぎゅうぎゅうにこう練ってしまうと団子状になってしまうので、はい、箸で混ぜます。はい、そして片栗粉です。はい、片栗粉小さじ2杯です。この片栗粉は炒め合わせた後に調味料を加えたものが他の素材とよく絡むために片栗粉を加えます。つなぎになるんですね。このように準備しておきます。はい、続いて合わせ調味料です。はい、まず味噌、はい、砂糖です。はい、味噌大さじ2杯に砂糖大さじ1杯。はじめに味噌のところに砂糖を加えていきますと、はい、後の液体が非常に入りやすくなるんですね。入れる順番もポイントがあるんですね。はい、そして醤油を少しずつ加えていきます。はい、こちら醤油が大さじ1杯、そして酒です。酒が大さじ2杯です。はい、よく混ぜ合わせておいてください。はい、はい、では早速ナスを炒めていきます。はい、フライパンに多めの油です。たっぷり入りますね。はい、大さじ3杯分です。油はしっかりと高温にしておいてください。はい、ナスは水分が多いので高温にして調理するととても美味しく炒め上がるんです。熱々にしておきます。はい、そして焼き付けるようにして表面をこんがり焼いて、はい、中までしっかりと火を通してください。はい、たっぷりの油、そして高温、はい、しっかりと炒めます。はい、そしてこちら焼き色がだいぶついています。しっかりつけますとこのように中に全部油が吸収されてしまうんですが、はい、はい、こうしてみてください。ふんわり柔らかくなっていると中に火が通っているんですが、ナスに火が通ってくるとほら油が中に吸収された油が全部また出てくるんです。そうなんですね。それを目安にするのもポイントですし、あと触ってみてしっかり柔らかくなったら焼き上がりです。はい、このようになったところで一度油は一緒に出さないようにして、ナスだけ取り出します。焼き色がちょっとつきすぎかなぐらいがいいですね。その方が後の調味料と炒め合わせた時に、はい、とっても美味しそうに炒め上がるんですよ。はい、はい、油はこのぐらい少し残っているので、はい、特に足す必要はありません。はい、ここで豚ひき肉を入れます。油が足りなかった場合は少し油を足してください。大さじ半分ぐらい、ね、大さじ1分の1ほど足してください。はい、そしてひき肉は、はい、ほぐすようにしてしっかり火を通していきます。これ事前にお酒などを加えていますよね。あ、そうなんです。ひき肉の下味に酒と生姜汁、はい、それはこの肉の臭みを取ってこう風味をアップさせるためなんですね。ただ後で加える合わせ調味料が非常にしっかり味なので、はい、今日はこの下味に塩分など醤油などは加えないんです。ここで加えてしまうとちょっとね味が濃くなりすぎてしまうので、はい、このひき肉の旨味をずっと引き立たせるぐらいの酒と生姜汁だけで十分美味しくいただけます。はい、こう肉がこんがりとしてきて、はい、赤みがなくなって、そして肉のいい香りが出たところで、はい、ピーマンです。ピーマンを炒めていきます。はい、ここは強火ですね。
しっかりと炒めます。ピーマンに油が全体馴染んで色が鮮やかになるまで炒めてください。艶、はい、もいいですね。そうですね、ふわっとさらにまたいい香りがピーマンのしていますね、はい、はい、現在このぐらいピカピカになったところで、はい、ナスを戻し入れます。炒めておいたナスを入れます。軽く炒め合わせたところで合わせ調味料を周りから入れます。回し入れていきます。はい、和装しますね。このように、はい、ふわっと味噌のいい香りが、はい、ここでしっかりと味噌の合わせ調味料をなじませるようにして炒めてください。少しとろみも出てますね。片栗粉のおかげでこのようにしっかりと肉が絡みますよね、はい、絡んだところで炒め上がりです。はい、盛り付けます。お願いします。うわ、もう本当に食欲をそそるいい香りで、そうですね、白いご飯によく合いそうですね、はい、使います。さあ、いかがでしょうか。それでは材料です。ナス4個から5個 400g、 ピーマン4個 160g、豚ひき肉 150g には酒、生姜汁それぞれ小さじ1杯、片栗粉小さじ2杯を加え箸で混ぜておきます。合わせ調味料は味噌大さじ2杯、砂糖大さじ1杯、醤油大さじ1杯、酒大さじ2杯、そして今日は大さじ3杯の油で炒めましたが、足りない場合は大さじ半分の油をさらに足して炒めてください。今日はナスとピーマンの肉味噌炒めをご紹介しました。